どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今日の令和セルシオシリーズは、今日はセルシオじゃなくてね、ベルファイアに乗ってるんですよね。いや、昨日セルシオで動画何本か撮ったんですが、今日はね、ヤマト君と一緒に移動してたんでベルファイアでございます。今ヤマト君をおばあちゃんとこ預けて、一人でね、この車のガソリンを入れに行こうかなっていうところですね。ガソリンを入れに行くときに結構入るんですよね、このベルファイアも。で、3500cc かな、これは。これでですんで、割とガス食い持ちなんですよね。まあけどね、やっぱこう子供の安全とかを考えると、まあベルファイアぐらいには乗せてやりたいなと、やっぱね、軽自動車とかと比べると、そのボディに囲われてるその強度ってのが全く違うかなっていうのと、まあ高い位置にいるんでね、例えば横から激突食らっても直接はこうぶつかりにくいかなってことですよね。まあ、セダンもセルシオね、頑丈なんですけども、やっぱりこう他の車と接触した際の車体の高さってことを考えると、ちょっとね、衝撃が大きいかなというところで、やっぱりこう車高が高いベルファイアなんていうのは安全面とかもかなり考えられてるんではなかろうかと。それからエアバッグもね、全身取り囲むようにボカーンと破裂するみたいなんで、まあうまいこと包まれるんじゃないかなと。もちろんセルシオの安全性能もすごい高いですけどね、もう言うことないんですよね。一番安全性能悪いのがトランザムですよ。トランザムは、一番高価な割には40年前のおじいちゃん車ですから、もう車としても高齢車なんですよね、40年っつうと。もう全然1980年の初めの頃の車って、その時の、テクノロジーも違うしね、エアバッグなんていう発想はないですし、それからオートウィンド、パワーウィンドか、あれすら珍しかった時期ですからね。で、エンジンはキャブレターエンジンつって、当然パソコンも何も積んでませんから、非常にね、乗り手のメンテナンスが結構問われるというところですよね。まあそういう理由でトランザムには本当にほとんど乗られることがないんですが、でもね、洗車してるだけでなんとなくちょっといい気持ちになりますね。昔のナイトライダーと同じような気持ちですか。やっぱ若い頃っていろんなものが欲しかったり、いろんなことに挑戦したいなと思いながらも、お金とか時間とか責任の面で制限があってなかなかできないわけですよね。で、今度はある程度大人になってみて、できる時期になってきたら、ちょっとやる意欲が失せてるみたいなこともあったりね、まあ今更もうそんな若いことできないよみたいなこともあったりとかして、自然と大人しくなっていくところがあると思います。皆さんはどうでしょうか。この動画をご覧いただきながら、まだまだ若い気持ちなくしちゃいないぜっていう方はね、素晴らしいんじゃないかなと思います。もちろん年相応の落ち着きとかね、年齢に応じた人格ってのもすごくダンディーだと思います。どっちともだからいいんじゃないかなと思いますがね。あれ、あそこ正面ちょっと右に見える、いいね、居宅介護支援事業所ってのになってますね。介護相談、あそこね、以前ね、どん丸っていう寿司屋だったんですよ。寿司の丼物ですか、なんか500円あたりでこう買えるというね、すごくお手軽な海鮮丼弁当が評判だったんですけども、やっぱ営業がちょっと続かずにコロナ禍で閉めてしまったというところがあります。まあ、考えてみたら一杯500円が主流の弁当屋さんってね、1日に100個売ってやっと5万でしょ。で、これに原価がかかってきたりとか人件費がかかってくるんで、100個売っても、なかなかね、ランニングコストが賄えないっていうところがある中で、そうですよね、やっぱり弁当屋っていうのは、弁当っていうのは単価1000円前後とか最低なくちゃやっていけないですよね。でもそうなると今度は売れないわけですよ。1000円前後の弁当がバンバン売れるかって売れないんで、なかなかシビアなところだと思いませんよ。まあ、皆さんもね、お金のことに関してはだんだん可処分所得が小さくなっていって、すごく苦しい思いされてると思うんですよ。もはや必要なものも買えないとかね、衣食住すら賄えないとか、一体服を買ったのって何年前のことだったのかなみたいなね。それから今着てる服もまだ着れるさみたいな感じで、そのまま投資だったりとか、
まあなんせね、人に会う機会っていうのを積極的に作らなくなった。例えば異性に出会う場所っていうのをなくしてしまったんで、おしゃれをする意欲も失せるじゃないですか。で消費が縮んでいくわけですよね。まあ、恋愛とか結婚って別に個人の自由意志でやればいいと思いますけども、やっぱ女の子にモテようとする気持ちっていうのは結構ね、消費をたくましくするんじゃないかなと思いますよね。その男がモテたいという欲望に忠実にね、なんかなった時って、まあ自分の体も鍛えるし、モテるためのなんか服も買うしね、それからデートのための下見も出かけたりとか、当然マイカー必要だったりするんで、なんかいい感じで経済回ると思うんですけども、今はね、どっちかっていうと恋愛が煩わしいっていうところになっちゃったのは、ただ性格的なものもあるのかもしれませんけども、でもそれ以前にね、やっぱこうお金をあんまり使えなくて見栄が張れないっていうところで、なんとなく気遅れしちゃうところがあるんじゃないかなと思うんですよ。さすがにね、デートコースに近所の定食屋でランチとかっていうのはなかなかね、仲良くなってからないんですけども、最初のデートがサイゼリアとかだったら怒られたみたいな、そんなね、ブログとかもありましたしね、なんか厳しいっすね。じゃあ一旦ちょっとガソリンスタンド寄りますんで失礼します。